新庄どうも、イサムです。今日は、キックの蹴り方の2回目の動画となってます。1本目の動画が前回上がってますので、そっちの方がね結構重要なんで、よかったらそっちを見てからこっちの動画に戻ってきていただければと思います。はい。でですね、僕が監督をさせていただいた知的財産権、こちらの動画が公開されてですね、公開しましたよっていうことをお知らせしてから本当にたくさんの方に見ていただきまして、本当にありがとうございます。まあ、まだまだ公開されてますので、ドローン、アクション、知的財産、これのコラボレーション作品となっておりますので、もしよければ概要欄の方から、見ていただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。はい。ということでですね、1本目の動画では、膝を横から抱えることが大事ですよっていうところまで、話しました。で、今日はあとはあそこから膝を伸ばす動作と上半身、ここが、できればキックが綺麗に蹴れるようになると思いますので、今日は膝の伸ばし方と、それから上半身をどうしておけばいいのかということについて、やっていこうかなと思います。今日もよろしくお願いします。はい。ということで、前回と同じようにね、この椅子を使おうかと思うんですけれども、まあ、前回はここから膝をね、横からこれに当たらないように横から回してこようという話をしました。で、まあこの状態が作れたはずですね。ここからですね、膝を伸ばすんですが、普通にこうやって伸ばすんじゃなくてですね、遠くを蹴るつもりで遠くに足を伸ばしに行くようなイメージを持ってみてください。ただここで膝の曲げ伸ばしをするんじゃなくて、ここから遠くにつま先を向けていくと。なので、この足先もしっかり伸ばす、はい、で縦向きじゃなくて横向きにする。そのためには膝を横から抱える必要がありました。そして体もちょっと開いてます。この状態で上半身がしっかり立っていればかっこよくなります。これあんまり見すぎるとかっこ悪くなるので、しっかり立てておいた状態で遠くを蹴ると。はい、これですね。では、ここから膝を横から回してきました。回してきましたと、ここからですね、膝を伸ばすんですけれども、ただ淡々とこう伸ばすのではなくて、ちょっと止まるようなイメージを持ってみてください。低くていいので先へ、はい、ここではなく先へ蹴る。分かりますかね。もう一回椅子出したんですけど、ここだと、椅子に足が届かないですが、こうやって伸ばしに行くとタッチできる。はい、体をここからちょっとギューッと腰をですね、出しに行くとタッチできるんですよ。この腰の出しがすごく重要です。この感覚ちょっと掴んでみてください。ここからこう触りに行くようなイメージ、ここからこう触りに行く、はい、この練習が、まず必要です。この触りに行く、遠くに触りに行く感覚に瞬時に行ければタッチができます。はい、これが1つ目。それから上半身ですね。上半身は立てたまんま、しっかりとひねってあげる。ひねってあげて、ここで固める。真横を向くんじゃなくて、あくまでも蹴る相手の方を見ておく。はい、この状態、ここにプンと持っていく。はい、はい、こんな感じです。ですので、重要なこととしては、この蹴ったつま先を自分よりもできるだけ遠くに出すということと、上半身をしっかりとひねりつつ、前向きつつ立てておく。はい、こんな感じです。ドゥン。はい、これが、まあ、かっこよくキックを蹴るポイントということになります。はい、一度おさらいをしておきますと、1個、まあ、まず練習することは、膝を横から抱えてくる、こと。それから横から抱えてきたら、つま先を
遠くに遠くに、もう一個は上半身を立てておく。はい、立てておく。この3ポイントになります。それからもしですね、戻すところまでやりたい方は、必ず通ってきた軌道と同じ方向に戻ってくる。よくありがちなのが、最初横から抱えてきたのに蹴ったら下に落ちちゃう、こういうパターンあるんですけど、こうではなくて、できれば横から戻ってくる方が、やっぱ動きが大きく見えるので、いいと思います。こっからこう来たらこっちに戻ってくるってことですね。ギュンギュン、はい、これも椅子で練習ができます。こっからこう戻って下に落ちると椅子に足が当たりますね。なのでこういったらこっちに戻ってくる、こういったらこっちに戻ってくると、はい、こんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。まあさささっと、やりましたけれども、なんとなく重要ポイントっていうのは、今見た感じで、あ、なるほど、そっちの方が大きく見えるなとか、あ、そっちの方が綺麗に見えるなっていうのは分かっていただけたと思うんですが、これを実際にやろうとすると本当に僕もすごい時間かかりましたし、まあやっぱね、この足の怪我をしてから、全然自分の能力落ちちゃったなって今でもそう今の状態で思うんですけども、やっぱその当時はね、毎日のように練習してたんで、やっぱりイメージは湧くけど、分かるんだけどできないんだよなっていうのが、すごく僕もあったので、そういう気持ちになる方も多いと思うんですが、本当にこれをですね、コツ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 やって一個ずつできるようになっていくと、きっとインスタグラムのような感じが、できるようになると思いますので、ぜひ練習していただければなと思います。もう一回だけ振り返っておきます。足を横から抱える、横から抱えたら足を伸ばすんですが、その時につま先の位置をできるだけ自分よりも遠い場所に、どっちかというと横に行くんじゃなくて前に、つま先を前に出すようなイメージにする。それからその時の上半身はしっかり開いておく、かつ蹴り足の方をしっかり向いておく、体は立てておく、はい、そして最後戻す時は来た軌道と同じ軌道で帰っていく、はい、ということになります。またもしね、これがわからないとか、ここ細かくやってほしいとかがあればコメントいただければですね、また動画を撮ろうと思いますので、また何か感想などあれば教えてください。はい、ということで、この2回キックの練習法っていうのは終わります。またですね、インスタの方にもちょっといろんなキックを入れてるので、また質問などあればこうやって YouTube にもしようかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、このキック知りたいとかがあれば教えていただければと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。この後告知動画が流れますけれども、僕は普段、ジムトレーナーをやっていたりで、夜はね、動画編集、その監督をさせていただいた動画編集を、2日前までやってて、それが公開となってます。概要欄の方にリンクもあるので、よかったら、アクションとドローンと知的財産のコラボレーション映像作品、そしてプロモーションが入ってまして、中華街の関東飯店さんで、今回撮影をさせてもらってて、知的財産権特別割引っていうのをご用意していただき、知的財産権を見たよってフロントで言っていただけると、その割引が適用となるんで、もしね、中華街に行く機会があれば、ぜひ関東飯店さんの方にも立ち寄ってみてほしいなと思います。まずはね、この動画をぜひ見てみてください。それでは今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ドローンとアクションと知的財産のコラボレーション。
今回の舞台は関東飯店、衣装権流の達人と著作権流の達人がミスター X に挑む知的財産権。